じゃーん、見て、カルピスソーダエナジー EX。 まずはね、このカルピスソーダだけでちょっと飲んでみたい。エナジー EX、 仕事に勉強にシャープに乗り切れ、アルギニいいね、しかも BCAA が入ってるぞ。いいね、カルピスソーダエナジー EX、 うまそうだな。筋肉に染み渡るぜこれ。ということで早速ね、飲むか。おー、いいね、色たまんねえ。ちょっと待って、ちょっとだけ待って、味わかんねえな。おっと、色がなんかいいよ。待って、この色あれみてえな。まあとりあえず飲んでいいかな。じゃあいただきます。この世のすべてのカルピスに感謝を込めて、いただきマンモスラーメン。うん、待って、これカルピスの味、待って、これカルピスソーダだよな。カルピスの味するこれ。ちょっと待ってね。うん、あーでもね、美味しいけどあんまりカルピスの味がしないような気がするんだ。ちょっと待ってね。うん、いや、うましなんだけど、うん、糸うましなんだけど味があんま分かんない。ちょっと待ってくれ。あー、まあちょっとカルピスの風味っていうか味はするかもな。じゃあちょっとね、これだけで飲んだから、次はね、これをね、ちょっとぶち込み、ゆうたまんねえぜ。いいね、やべ、ちょっとやべ、興奮してきた。強だね、早速ね、いったれ、いただきます。あ、やっぱこれですよ。やっぱね、あーやばい、これね、カルピスソーダエナジー EX ウォッカにした方が絶対うまいわ。マジでガチでうめえ。これ色がたまんねえな。おい、筋肉に染み当たるぜ。で、このな、もうみんな大好きスミノフを、ぶち込むっていう、このいいね。で、よいしょ、飲むというな。よいしょ、うましだわこれはね。マジで、ね、筋肉が荒ぶってきたわ。あー、ふぅ、たまんねえぜ。いいね。あ、もうないこれ。あ、ちょっとあるな、ちょっとあるわ。あ、うまい。まあこんま飲んでもうまいけど、やっぱウォッカと混ぜた方が美味しいかな、俺的にはね。アルギニンと BCAA 入ってるっていうのがたまんないね。 BCAA、ビタミン B2、 いいね、たまんねえぜ。アルギニンね、高校生の頃さ、アミノサプリっていうのを飲みまくってさ、アルギニン取りたくてアミノサプリを飲みまくってたんで、ね、うん、あー、うめえ、うまいわこれ、美味しい。ロイシン、イソロイシン、バリン、いいね、たくさん入ってんな。おい、これプロテイン混ぜてみようかな。 BCAA 書いてあるぞ、 BCAA、いいね、これうまいわ。いやでもね、いや、モンスターの方が美味しいかな。でもモンスターはね、ウォッカよかジンの方が合うんだよね、俺的には。うん、モンスターはジンの方が合うから。あー、やべえ、めっちゃうめえ、マジで。もうちょっとだけ飲んでいい？もうちょっとだけさ、飲まして終わり。こんなもんかな。やべ、ちょっと入れすぎたな。まあ、大丈夫。なんか落ちたぞ。なんか落ちたぞ。全然OK。じゃあ、これを一気して、終わるか。やべえ、俺のグルメ細胞が
うなってきたぞ、グルメ細胞。たまんねえぜ。ちょっと待って、最後ストレートちょっと、あ、ロックで、ロックでちょっと。おぉ、たまらんすな。ちょっと待って、ガチうめえわ。うん、ということで、ごちそうさまでした。最強に美味しい、これカルピスソーダ、スーパーエナジー、あ、スーパーなかったスーパーなかった、エナジー X だ、エナジー X、 カルピスソーダエナジー X、 すげー美味しかった。強だね。うん、まあどうだろうな、まあウォッカと一緒に飲んだ方が俺的には美味しい。うん、よし、強だね。明日も飲むからやべえ、めっちゃ美味しかった。よし、いやー、ウォッカ最高、あ、じゃなくてカルピスソーダ最高だ、間違えた、カルピスソーダね最高。うん、あとウォッカも最高。よっしゃー、美味しかった。ということで、アリーベデルチバイバイ、カルピスソーダバイバイ、めっちゃうめえよこれ。